34種類の桜切り紙を型紙をダウンロードして作ってみましょう。まずコメント欄の URL から型紙をダウンロードし、 A3 サイズにプリントアウトします。それを点線を挟む2本の実線で切り分けておきます。用意するものは切り取った型紙1枚と折り紙、クリップ、ホッチキス、ハサミです。22番の型紙で作ってみましょう。まず型紙を点線で半分に折ります。次に折り紙を半分に折り、それをさらに半分に折って真ん中のところに折り目を入れておきます。折り目に型紙の先を合わせクリップで留めます。中心をしっかり押さえ、型紙の線に合わせて折ります。これを裏返して同じように中心を押さえ、また型紙の線に合わせて折ります。クリップを取って型紙を外し、もう一度裏返して最初の折り目にぴったり重なるように折ります。折り紙を外しておいた型紙でぴったりと挟みます。花びらの外側の部分を留めます。裏側も留まっていることを確認してください。ホッチキスで留めていない真ん中の部分から切っていきます。切りにくい場合は裏返して切ってください。次に外回りのホッチキスで留めた部分を切り落として広げると出来上がりです。次は9番でやってみましょう。形は違っても折り方は同じです。まず半分に折って、次は折り紙を半分に、そうして真ん中に折り目をつけて、折り目に先が合うようにぴったりと重ねたらクリップで留めます。中心を押さえながら型紙に沿って折ります。裏返してもう一度型紙に沿って折ります。型紙を外してぴったり重なるように折ったら、型紙を広げて折り紙を挟み込み、ホッチキスで留めます。9番の場合は花びらの中が広く開いているので、ここをホッチキスで留めます。あとはホッチキスで留めていないところから切っていきます。最後にホッチキスで留めているこの部分を切り落として広げます。4番のように半分に折ったとき、中でつながっているような形を切るときは、折り目からハサミを入れて切り取ります。開くと1枚の花びらの左右に穴が開いているように見えます。19番のような形は両端のまっすぐなところを細く切り落とします。開くと真ん中からおしべが放射状に伸びたような形になります。33番は真ん中が小さな桜の形になっています。切り取った部分も開いて飾りに使いましょう。全部で34種類の型紙がありますが、どの型紙も同じように折ったり切ったりすると形の違う桜切り紙ができます。1番から順に型紙と切り取った形をご紹介します。お好きな形を選んで作ってください。また、型紙をプリントアウトやダウンロードすることができない場合は、桜切り紙の折り方の動画がありますので、そちらを参考にして折った後、一時停止をして、型紙の折り線を真似て切り紙を作ってみてください。他にもいろいろな切り方ができますので、型紙をアレンジしてお楽しみください。